トランスロコンは膜を通過するポリペプチドの極材化に関連するタンパク質複合体であり、一般的にトランスロケーターまたはトランスロケーションチャネルとしても知られる。深刻生物ではトランスロコンという用語は最も一般的には標的化シグナル配列を持つ新生ポリペプチドを細胞質基質から小胞体の内部空間に輸送する複合体を指す。 このトランスロケーションプロセスでは、タンパク質が疎水性、脂質二重層を通過する必要がある。また、同じ複合体は、新生タンパク質を膜自体に統合するためにも、使用される。原核生物では、同様のタンパク質複合体が、ポリペプチドを原型質膜を横切って輸送するか、膜タンパク質を統合する。病原性微生物ではまた、縮子膜内で、 他のトランスロコンを組み立てることもでき、これにより、病原性因子を標的細胞に輸送することができる。どちらの場合でも、タンパク質複合体は、セックタンパク質から形成され、ヘテロ酸量体セック61が、チャンネルとなっている。幻覚生物では、相動チャンネル複合体は、死水具として知られている。トランスロケーションチャネルは、幻覚生物では、死水具、 深刻生物では、セック61と呼ばれるヘテロ酸両体タンパク質複合体である。これは、シシー、シス、サク具サブユニットから構成されている。アイドル状態のこのチャンネルの構造は、古細菌の X 線結晶構造解析によって解明されている。シシーは代行サブユニットである。側面から見た場合、チャネルは砂時計型の形状をしており、 両側にロートがある。細胞外のロートにはアルファーヘリックスから形成された小さなプラグがある。マックの中央には側差を内側に突出させた6つの素水性アミノ酸の最高リングから形成された構造がある。タンパク質のトランスロケーションの際にプラグが邪魔にならない位置に移動し、ポリペプチド差は細胞質側のロートから最高リング 細胞外のロートを通って、細胞外空間へと移動する。膜タンパク質の素水性セグメントは、速報ゲートを通って、脂質症に、横方向に出て、膜貫通セグメントとなる。大腸菌では、脂水具複合体は、膜上で二両体化する。深核生物では、セック61の複数のコピーが集まって、オリゴサッカリルトランスフェラーゼ複合体、トラップ複合体、 および、膜タンパク質トラムなど、構成要素とともにより大きな複合体を形成する。シグナルペプチダーゼ複合体や SRP 受容体などのさらなる構成要素については、それらがトランスロコン複合体に一時的に結合しているだけなのかどうかは明らかではない。チャンネルはペプチドがどちらの方向にも移動できるようにするので、 ペプチドを特定の方向に移動させるためにはトランスロコン内に追加のシステムが必要である。トランスロケーションには3つのタイプがある。翻訳に伴って起こる強翻訳トランスロケーションと翻訳後に起こる2種類の翻訳後トランスロケーションで、それぞれ深核生物と細菌に見られる。深核生物が VIP でタンパク質を展開し他の複合体を利用して、 ペプチドを輸送するのに対し、最近は C キャネーペースを利用する。小胞体トランスロコン複合体。タンパク質合成には多くのタンパク質複合体が関与している。実際の生産はリボソームで行われる。ER トランスロコンを経て新たに合成されたタンパク質は膜を越えて ER の内部に運ばれる。s ック61は タンパク質伝導チャンネルであり、OST は新生タンパク質に糖差を付加する。基本薬トランスロケーションでは、トランスロコンがリボソームと結合するため、成長中の新生ポリペプチド差がリボソームトンネルから CC チャンネルに移動する。トランスロコンは、小胞体の疎水性膜を通るチャンネルとして機能する。出現するポリペプチドは、 ブラウンラチェットによる潜在的な駆動によって折りたたまれていないアミノ酸の列としてチャンネルを通される。翻訳が終了するとシグナルペプチダーゼは新生タンパク質から短いシグナルペプチドを切断し小胞体の内部にポリペプチドを有利させる。真核生物では小胞体に翻訳されるべきタンパク質はシグナル認識粒子によって認識される。 シグナル認識粒子は、リボソームが小胞体上の SRP 受容体に付着している間、リボソームによるポリペプチドの翻訳を停止させる。この認識イベントは、合成されるポリペプチドの最初の数個のコドンにある特定の N 末端シグナル配列に基づいている。最近はまた、新覚生物トラムに類似した、シャペロンやドックと共に SRP を使用している。トランスロコンは、 膜タンパク質を小胞体の膜に正しい方向で移動させ統合することもできる。このプロセスのメカニズムは完全には解明されていないが、トランスロコンが素水性のアミノ酸配列の身長を認識して処理することで膜貫通ヘリックスになることが分かっている。ストップトランスファーシーケンスによって閉じられ埋め込まれたシグナル配列によって開かれたプラグは、 その開いた状態と閉じた状態の間で変化し、螺旋を異なる方向に配置する。深刻生物では、翻訳後トランスロケーションは、VIP と SEC62、SEC63 膜内在生パク質、複合体を含む他の複合体に依存している。この転移モードでは、SEC63 は、VIP が ATP を過水分解するのを助け、ATP は、その後、 ペプチドに結合して、それを引き出す。このプロセスは、ペプチド全体が引き抜かれるまで、他のビップ分子に対して繰り返される。最近では、同じプロセスが、セカとして知られている、プッシュアッテペースによって行われ、引っ張る役割を担う反対側のシッコットフ、複合体によって支援されることもある。セカアッテペイスは、プッシュアンドスライドメカニズムを使用して、チャンネルを介して、 ポリペプチドを移動する。ATP 結合状態では、セカワにヘリックスフィンガーを介して、基質内のアミノ酸のサブセットと相互作用し、それらをチャンネルに押し込む。次に、セカワ ATP 結合状態に入ると相互作用は弱まり、ポリペプチド差がどちらの方向にも、受動的にスライドできるようになる。次に、セカワ、ペプチドの別のセクションを取得して、プロセスを繰り返す。 トランスロケータはまた、ポリペプチドを小胞体内空から細胞質基質に移動させることができる。ER タンパク質は26エスプロテアソームによって細胞質基質内で分解される。これは、小胞体関連タンパク質分解として知られるプロセスであるため、適切なチャンネルで輸送される必要がある。このレトロトランスロコンは未だに謎に包まれている。当初、 セック61チャンネルがこの逆光性トランスポートに関与していると考えられ、これはセック61を介した輸送は常に1、方向性ではなく、双方向性である可能性があることを意味した。しかしながら、セック61の構造はこの見解を裏付けるものではなく、いくつかの異なるタンパク質が ER 内空から細胞質機質への輸送に関与していることが示唆されている。 ありがとうございます。